はい、どうも、ナドラです。はい、エレンです。ゼロラジ X に足を組みましたんで。また、足を。今度はどんな形ですか？秘密です。なるほど、対戦始まってから。はい。皆さんはサムネで多分分かってる。かもしれないです、ね。僕は分かんないです。お願いします。はい、お願いします。ゲノセクトですね。ゲノセクトです。紹介が遅れました、ゲノセクトです。はい、ゲノセクトと申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、秘密兵器がね、入ってるんで。最初はグー、じゃんけん、ぽい。先行で。はい。はいです。でもゼラオラでまだ使ってないカードでしょう。まあ、なんとなく察するんだよ。まあね。大体わかると思います。大体わかると思いますけど。ああそういう。ああそういう。凄まじい出落ちかもしれない。何？まあよかろう。お願いします。お願いします。どうも。お前かい。やっぱりな。はい。はい。一枚します。いやまあね、これの爆発力もね。いや普通に強いから困るんですよ。まあ、普通に強いから困るんですよ。ハイパーボールからでお願いします。どうぞ、はい。ポケモン1匹手札に加えます、うん、ここで持ってくるのはゲノセクト GX で対応しますと、はい、これで確認します。よいしょ。で、うん、あでもそっか、これ取っておいた方がいいから、すいません、カフェテレフ GX のマダタッチでお願いします、うん、サポート1枚、ここで DD を持ってきますね。なるほど、はい、これで確認します。なるほど、いいですよ。で、ゲノセクト GX 特製ダブルカセットで道具2つまで持ってます、はい、なんだ、はい、エスケープボードとカウンターゲームまとめてつけていくスタイル、はい、これでリリーで1枚なんで7枚引きます。最初の番だけ8枚になるまで引けると、そういうことだね、はい、リリーは強いですね。リリーは本当強いですね、はい、アクセスしやすければ余計いいです。よしよしよし、はい、じゃあ後ろのゲノセクト GX に、鋼エネルギーをつけまして、もう少し動けるな、ハイパーボールで、はい、ポケモン1匹手札に加えます。強いですね。そうですね、意外と回ってる。で、今度持ってくるのは、特性奇世界を持っているマンギャナですね。はい、さてきと、さてきと、はい、マンギャナベンチに出してエネの発端で、これで終わります。1枚いきます。ドロー。まあ見ててくださいよ。多分これストライク落ちるな。いやまあわかんないですよ、正直。雷エネルギー手張りします。はい、普通に手張りして、そうですね、願いのバトンもつけましょう。はい、願いのバトンつけまして、つぼつぼ出します。特製の場所ぼり。手札からベンチに出した時、山本にある、キモエネルギーを3枚まで垂らしていくことができる。はい。生絞りっていうの、その特性ね。いや、大丈夫です。すいません、すいません。申し訳ない、申し訳ない。本当にごめん。いや、全然。別に何も問題ないですけど、この3枚垂らしてします。はい。ダッシュして、そうですね、ここで一旦カットを消耗する。つぼつぼね、強いね。はい、カットしますと。コンプレッサーなくなって、デック弱くなったって思ったら急に来たもんね。そうですね。で、ここに、つける場所がないんで、お前持っとけ、8枚。持っとけ、観光客使いますと。はい。5枚になるように行くんですけど、その前に手札を好きなだけ捨てるように全部捨てますと。はい。で、5枚。なるほど。出ますね。よいしょ。ほう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 。なんかレッグ座自身にはエネがつかないから、そうですね。まだストライクに。ここはじゃあ、レッグ座出します。特製シップと、はい、3枚ダッシュして、あほら、ほら、絶対なんかね、シップドとダンマラさんが使うと、エネシップドとで落とすんですよ。なんかね、下準備意味ねえみたいな。命力、そうそうそう。草エネルギーをレッグ座につけますと、はい。で、つけた上でだ。上でだ。手張りはしたんで、ですね、まあ一旦あげますよ。一旦だけ一旦あげますよ。終了で。はい、1枚引きます。じゃあその一旦大事にしていかないとね。マギアナの特性奇世界使います。エスケープボードで手札に戻して、はい、しかしこれはストライク前で使っていくパターンが一番良さそうだけど、しかしエネ加速がそれだと少し足りないので。うんうん、まあどうかな、ゲノセクト GX にエネ張ります。お、はい、エネ張りまして、使えるカードを使いたいんですが、結局つけなくちゃ見えないですよね。鋼鉄のフライパンをゲノセクト GX につけます、はい、いて、エスケープボードはカプテレフ GX に、はい、いいですよ。ここまでやってから、観光客使います、はい、で札1枚トラッシュして、4枚いきますね、はい、どうぞ。なるほど、4、はい、ゲノセクトを育てていくスタイルで、そうですね、今回はそのパターンでいきましょうか。ネストボールで、はい、はい、マッカーから種ポケモンをベンチに出す、うん、ここで持ってくるのも、でもこっち取ってるからなここはそのまま気持ちよくゲノセクトって言いたかったんですけど、ストライクを出したいって言いたかったんですけど、ストライクサイド言ってんだけど、ちょっとお疲れ様でした。ゲノセクトで、はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、最初からゲノセクトを持ってきたかったんやろ。そう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 、はい、ちょっとブラック貼ってみた。そうそうそう、どうぞ
終了です。はい、終わります。なるほどね。ゼロオーラ出します。はい。神闇の見に手前しますと、はい、さて、超エネ加速の準備は揃った。すごいや。カプテンで出します。手腕の形で。はい。ハンドは？ハンドは4ですね。4か。じゃあ、まだいいかな。じゃあ、まだいいかな。じゃあ、こっち回収しますかね。白の回収で、そうですね、そのまま使います。はい。白まで。白まで。カプテンでしますと。はい。さあ、超エネ加速を見せてやるぜ。あの、ゼラオラが悪いことするんだよ。本当に。6枚ですね。はい。こう、なるほどね。こことこっちかな。ここで大丈夫かな。はい、やりますと。はい。よいしょ。ハイパーボール使いますと。捨てるはツボツボと電池。はい。ここ捨てて、よいしょ。か、一周かですね。まだいるか。まだいるか。レックザ回収しますと。よいしょ。で、パッと出します。はい。よいしょ。はい、ありがとうございます。じゃあ、レックザ出して、特製シップボールを使いますと。はい。3枚出し。あ、絶対あるね。ザラオラジェクソンと成人ライソン、雷の日がついてる自分の袋のゲネがゼロになりますよ、はい、と。じゃあ、じゃあ、おはようございます。はい。いい技、持ってますね。フルボルテージです私には聞こえないよ、お前自分の袋に好きなの見つけますよ。はい。1、2、3、4、5。ちゃんとありますか？お前ありますね。はい、絞ってましたもんね。絞ってました。ですね。レックーザちゃん、うん、よいしょ、レックーザちゃん、はい、レックーザちゃん、うん、レックーザさんで、なるほど、はい、セノハラはこれで役目を果たしたタイプ中央に、はい、いきますと、はい、なるほどね。さて次の番から何やかんやしますで、これは少しまずいぞまずそうですけど、少しまずそうですね。ベンチのゲノセクトに出張りをしまして、はい、フィールドフロアでバトンとハチマキを倒し、バトントラはちょっとめんどくさいかも。はい、出せまして、これでやることないんですけど、重量か、マギアの特性奇世界使って、はい、鋼鉄のフライパンを削らない、はい、はい、戻しますね。これはもういらんもんで、終わります。どうぞ一緒に引きます。はい、どうぞ。ストライクが前に降りて食べていいよ。食べます。ジェンライゾーンで、逃げ寝ゼロが逃げます。はい、クーザちゃんカモン、キャッキャッ、未来のことは未来になるっすそれが一番困るんだってばよ。だってばよ雷エネルギーゼロオラジックスにつけますと、はい、つけてドラゴンブレイク、はい、自分の場の僕もについている草と雷タイプの基本エネルギーの数かける30段階、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、300段階、はい、バトンでクーザーもね止まんないんですよねどうぞ。はい、ゲノセクト出して1枚引きます、はい、よいしょっと、はい、まあまあまだいけますね全然。グズマでこっちのレックザチエクス、ああ、それは強しだな。さっきちょっと余裕っぽいな。それは強しだな。いや全然大丈夫ですよ。はい、カプテで下します、はい、ネット。なるほど。はい、エスケープボードで逃げ、ゼロで逃げられます。前に出します。はい、で、ここで、特に、あ、カウンターゲームです、ね。ああ、そうだね。なんで、これでとりあえず技を打ち抜ける。はい、ゲノセクト GX に鋼エネルギーをつけまして、はい、これで、大丈夫ですね。はい、じゃあ、ブレイクバスター GX、カウンターゲインがついてるんで、鋼エネルギー2個で打てます。なるほど。はい、190ダメージで攻撃計算なしと。なるほどね。はい、構え。まあ、よくやったと思いますね。何？一番引きます。ゾロー。なるほど。うん、友達手帳を使いますと、はい、トラッシュのサポート2枚アイテムですから、山札に加えます。はい。こことあと1枚は、白まで。なるほど。この2枚山に加えます。リズナが戻るか。手札何枚ありますね。手札は1、2、3、4、5枚ですね。5か。5か。5です。5か。毎回ちょうどいい数字ですね。5か。いやー、まあ、いいさ、ロケット弾の嫌がらせ使います。はい。お互いに手札山に持ちで5枚ずつ引き直します。お互いにですと。はい、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 はい。はい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 エスケープボーダー出しますね。エスケープボーダー、はい、1枚引きます、はい、
これでグズマと鋼ネット、いやまあ大丈夫でしょ。ここか、あれとあれが必要だから頑張れアペルジ X、はい、そうそう特製罠タッチで、はい、サポート1枚で2枚加えます、うん、ここで持ってくるのが結構悩むんですけどこっちの方が強い。いや、これか、いや、白なで、はい、手札に加えます。で、まだいじりますね、はい、で加えまして、ゲノセクト GX にこだわりの内巻きを1枚付けます。1枚、はい、まだ1枚確定的にエスケープガイド、さらに、マギアナにカウンターゲインをつけます。なるほど。で、ここまでやってからの白の手をします、はい、でしょ。鋼エネと鉢巻き引かれたらまずいのか、そういうことっすね。そこが嫌なところになりました。あ、カウンター、あ、カウンターゲインの場合は鉢巻きがつかないよね。カウンターゲインの場合は鉢巻きがつかないし、はい、一発で落とせなくなっちゃいます。はい、6枚です。1、2、3、4、5、6。あ、カモン、うーん、ダメか。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ僕の勝ちということで。後ろのカプテテクにエネ貼ります。はい。1エネ貼って、はい、カプテテクを逃がします。はい、ゲノセクト GX 出して、はい、マギアナの奇世界で、このカウンターゲインを回収して、うん、ゲノセクトにつけます。一応リカバリーとして殴ることができます。はい。炸裂弾で130の鉢巻きで160ダメージ。160。おー、少し届かなかった。鉢巻きついてるわな。あれだ、あの鋼使いのダダリに2体いたら教えて。あー、入れとけばよかった絶対入れるよそれな以上引きます。あー、なるほどね。はいはいはい。草エネルギー手張りします。はい、草エネルギー手張りして、ここはまあそうですね特にやることないな。なるほど。ドラゴンブレイクで、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、3、240です。240。はい、どっちしますか。カプテテク、はい、カモン。デバリすれば一応落とせて気持ちよくはなる。落とすことはできますねじゃあ、デフに、はい、デバリで、はい、どうぞ。白が使いますそうですね。やっぱブロワー、そうそうそう、ブロワーがね、まだ引ける可能性があるんですよ。めっちゃあるからね。はい、6枚ですね、うん、1、2、3、4、5、6と、はい。いかがお過ごしでしょうか。いかがお過ごしでしょうか。お過ごしでしょうか。私はヒンジです。サイドはそれ。はい、白な使ってハンドがこれ。デバリした、はい、エナジードライブで100ダメージで入っちゃいますかね。ですね。はい、願いのバトンの効果で、エネルギーを3本自分のボタンにつけていただきます。はい。キュイーン、1枚引きます。はい最後はお、使ってあげる、雷エネルギーって返します。ゼロオラデッキだゼロオラデッキだ、ゼロオラデッキだ。鉢巻きつけます。はい、プラスのミスト、はい、190ダメージで、はい、190で気絶しますと、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あー、フルボルテージ GX は強いですね。フルボルテージ GX 強いですねマジでレックザが止まらん。そうですね、ありがとうございました。はい。